CGS をご覧の皆様、こんにちは。亀井壮平です。本日の根津さんと二人ごと、小薙さんにお越しいただきまして、お送りしていきたいと思います。小薙さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、私の手元についにこの本が完成して届きました。おかげさまで。はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。根津さんの日本の心で読み解く百人一首ということで、千年の時を超えて明かされる真実という副題もついてますけど、これ発売はいつ？4月の21日の大安吉日、はい、はい、まさにもう今まさにということですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。第1版の本を、はい、寄贈いただきましたけれども、この本ですね、もう私も非常に楽しみにしてまして、はい、はい、今までも CGS でね、ちょっと百人一首の解釈なんか教えていただいて、はい、もうその度に目から鱗で、やっぱりその先人の、素晴らしさというか、そのわずか、ね、数十文字の文字の中にこれだけの意味を込めて歌を歌われてたんだなと思うと、はい、なんか身震いするというか、はい、はい、そういったことで、実はこの収録前の時間もちょっとね、ある一周解説いただいてちょっと震えてしまったんですけども、今日はですね、この本ぜひ皆さんにお勧めしたいと思うんですけど、タイトルのこの帯のところ、はい、非常に気になること書いてますね。戦国大名がはなぜ京を目指したのかと、その答えは百人一首の中にあると、はい、いうことで面白いでしょ。これだけでも気になるんで、ちょっとここだけですね、ネタ話をですね、はい、ちょっといただきたいなと、はい、これ本文の前書きと、はい、それから後書きと両方に、その、具体的な内容については書いてるんですけれども、はい、まさにこの通りなんです。戦国、はい、百人一首の時代っていうのは飛鳥奈良平安の時代ですよね、はい、その後に鎌倉時代があり、室町時代があり、その後に戦国時代があって、はい、で戦国時代っていうのはまさに大変な時代だったんですよね、はい、この戦国の世を終わらせたのはもしかしたら百人一首かもしれないということなんです。はい、はい、そこもぜひぜひ。これがですね、百人一首を編纂したのは藤原定家で、はい、藤原定家は最晩年、76歳で亡くなったんだったから、はい、72歳から百人一首の編纂を始めたんです、はい、で百人一首の編纂が終わるとともに藤原定家は亡くなってしまって、はい、そのまんま実は百人一首はお蔵入りしたんですね。箱に入って藤原定家の財産として。なるほど、定家が生きてる時は世に出なかった、はいはい、そのまんま230年間眠っちゃうんです。230年も眠っちゃう、はい、だから百人一首の存在そのものは誰も知らなかったんです、はい、でそれが応仁の乱の時代、はい、もう本当に世の中が荒れて、はい、で、どうしようもないということになった時に世の中に出てきたんですね、うん、で応仁の乱の頃の日本というのはもう本当にすごい時代で、うん、例えば、上川のお殿様、はい、内閣総理大臣、はい、今だった、そのお殿様といえば、当時は、はい、日本を代表する三大大名の一角を占めるぐらいすごいお殿様だったわけです、はい、うん、そのお殿様の家人、家老クラス、はい、つまり、今の日本で言ったら一部上場企業の重役クラスの人が老頭を引き連れて、はい、西園寺家、うん、その貴族でも大物ですよね、はい、大物の貴族の西園寺家を襲って、その西園寺さんの娘さんの着ている服まで全部奪って、はい、丸裸にして逃げて帰っちゃったと、はい、そんなことが平気で起こった時代だったんです。もう無秩序、北斗の拳の時代みたいなもんですね。すごいですね、はい、これね、昔の話じゃなくて現代に置き換えてみたら、はい、どっかの上場企業の重役が若い衆捕まえて、はい、で総理官邸を襲ってね、はい、でその官邸で娘さん、そこにいる女子職員の、はい、着てるものを全部ひっぺがして、はい、パンツまで脱がして逃げて帰ってくるっていう、はい、そんな考えられないような、はい、とんでもないことが現実にもう日常的に起こった時代が、うん、応仁の乱の頃の日本、はい、もう本当にだから秩序が崩壊した時代だったんです、うん、でその時代にその貴族は荘園を奪われて、はい、で経済的にも苦しくなって、うん、で、藤原定家の遺産 その箱に入った、はい、いろんな書物ですよね、はい、これをなんとか処分してもらいたいということで飯尾葬儀っていうレンガ師にこの箱を渡すわけです、はい、で飯尾葬儀はレンガ師だから、はい、歌人ですから、はい、歌見ると、はい、すげえっていうのが分かるわけですよ、はい、
でこれはすごいということになって、飯尾葬儀が当時の古典文学 の、うん、の最高峰とされていた三条西の実隆っていう人のところに、この百人一首を持ち込むわけです、はい、で三条西の実隆っていうのは源氏物語の書写をしてたんですね、うん、今はその本は印刷しますけど、はい、昔はその書物をその、あちこちに巻くってことになったら全部書写したわけですよね、はい、でその源氏物語を書写して全国のお大名の奥様たちに送ってあげる、はい、で大変感謝されるということをやっていた人なんです、うん、そこに百人一首が持ち込まれる、はい、で三条西の実隆はそれを見てびっくりするわけです、はい、なんだこれやと、はい、まさに日本という国が500年の秩序ある時代を築いた、はい、これをものの見事にその解き明かしているのが百人一首だということに気がつくわけです、はい、でこれはすごいよということで全国のお大名さんの奥さんにこれを送る、はい、奥さんたちもびっくりするわけです、うん、で旦那に言うわけですよ、はい、あんたも あちこち奪ったりとかね、そんなことばっかりやってるけれども、はい、秩序をちゃんと取り戻すのがあんたの仕事でしょうって、まあ、大体日本人というのは女房に弱いですからいつの時代も、はい、それがきっかけとなって大きくその朝廷、天皇という存在を中心とした秩序を取り戻そうというふうに戦国大名の動きが変わってくるんです、はい、だから戦国時代の中期においてそこまでその秩序が乱れていたものが戦国後期になると戦国大名たちがみんな京の都を目指そうとする、はい、なぜかといえば、天皇を中心とした秩序をもう一回取り戻そうとしたんです、はい、そのために自分の国の領土にいれば、例えば今川義元なんていうのは、はい、領土にいれば安泰ですよ、はい、もう経済力もあるし、うん、それをあえてリスクを冒して京の都に登ろうとしたっていうのは、はい、まさに秩序を回復しようとした、うん、そういう動きに実はこの百人一首から変わってくるんです。あ、そのきっかけを作ったかもしれない。そう、でこの日本という国はその本当に秩序が乱れた時代っていうのは、はい、2700年の歴史の中でって2回だけなんです、うん、一つは応仁の乱に始まる100年、はい、この時代は伊勢神宮の式年遷宮が国費をもって行われませんでした。はい、はい、止まってましたね。で戦後の日本、戦争が終わってから70年経ちます、はい、この戦後の日本もやっぱり国費で伊勢神宮の式年遷宮が行われない時代なんです、はい。で他の時代はどうかというと、例えば江戸幕府であれば徳川さんが全部お金を出して、はい、あとはまあ民間の寄進もありましたけれども、うん、それで式年遷宮をやってるわけです、うん、日本の国の一番そのトップの神様をお祭りする伊勢神宮について、はい、それを国費を持って式年遷宮を行わなかった時代、これが2つの時代だ、はい、その1つの時代を終わらせたのが百人一首、うん、そして今百人一首の本当の意味っていうのは、うん、この本を通じて改めて今の時代に登場したわけです。ちょっと面白いと思いますね。なんかそう言われるとこの本がますますこうプレミア感がつきますねすごい宣伝力の高いプレゼンでしたけど、いやでも、はい、まあ、きっかけの一つになったかもしれないっていうのはもう新説ですけど、はい、新しい説ですけども、私も今なんかそういうふうに思い、なるほどなと思いました、はい、というのもやっぱりそうなんですよ。戦国時代の前半って誰も京都に行こうとしないんですけど、はい、後半から確かにみんな京都、みんな京都目指してる、ね、でそれはやはり朝廷の権威を利用しようとしたって言いますけど、信長なんか別に朝廷ね、してないですもんね、そんなにね、はい、うん、そういうことを考える必要もなかった、はい、でそもそもそのどうして応仁の乱に始まるその戦国時代が起こったのかということですよね、はい、うん、でこれはちゃんと理由があるんです。その理由とは何かというと、その足利義満が中国との間で日民貿易を始めるわけですね、はいはい、でその時に足利義満は中国の皇帝から冊封を受けるんです、はい、日本国王っていう肩書きもらうんです、はい、で外交文書は足利将軍家っていうのは全部日本国王でやってるわけです、はい、中国の冊封国になったってことは要するに中国の家来になったってことです、はい、で天皇という存在がありながら、はい、勝手に国王を名乗っちゃったんです、はい、要するに天皇を中心とした国、その秩序ある国っていうものを将軍家自体が乱してしまったんですね、はい、うん、それによって世の中のありとあらゆる秩序が狂い、はい、で力さえあれば何やったって許されるっていう時代になり、うん、はい、になり、うん、だからこそその刀持ってれば、はい、貴族の家を襲って、はい、娘さん丸裸にして着てるものを奪ってきちゃうなんてことも平気で行われるようになった、はい、はい、それが末端の野党クラスがやるんだったらまだ話は別ですけども、うん、
今で言ったら上場企業の幹部が平気でそういうことをやるっていう、そこまでひどい状態に日本がなってしまった、これがいきなり終わるわけです、終わらせようっていう動きになるわけです、そのきっかけを百人一首が作ったとしたら、これ今の時代にもしかしたら何かいい影響があるかもしれない、ですね。いや本当にぜひ皆さん、私まだ読んでないんであんまあれですけど、でも今までのお話とかですね、今日さっきエピソード聞く限りぜひ読んでみてください。私も百人一首小学校の時ね、やっぱり子ども会でやらされるんですよ、でも意味分からずとにかく暗記させられて、まあ、それはそれでよかったと思うんですね、素読みたいなもんですから、でも今その歌はせっかく音で覚えてるんで、その意味をねもう一回ちょっと大人なんで考えるとやっぱりいいですし、そういうのをちょっとね子供たちにも一つ二つでも教えてあげると、何か子供たちの心にもいい変化があるかもしれませんね、でその日本の和歌の素晴らしさとか、日本語の素晴らしさにもつながっていくようなそういう学びがあると思いますので、ぜひ皆さん戦国時代を終わらせた百人一首、読んでいただきたいと思います。今日はじゃあこの本の宣伝ということで、終始しましたけれども、いやでもぜひ皆さん読んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。よろしくお願いします。